女性ならではの貧困がある。 DV、 性的虐待、夫の家庭放棄、自分がひどくつまらない人間に思えてたまらなくなる。そんな女性たちの声なき悲鳴を聞き逃すまいとする人がいた。ボンドプロジェクト代表、立花純さん。かつてライターとしてそんな少女たちを取材した。けれど取材は取材で終われなくなり、フリーペーパーで世に彼女たちの声を届け続けた。そして今、教会の一部を間借りし、行き場を失った女性たちに居場所を提供するまでになった。スタッフ6人の NPO 法人、あなたは一人ではないと多くの女性に知ってほしい、それが動機だと純さんは言う。でもさ、ハイトクロって生きてるわけだよ。言い方変えると、そんなんでも生きてこれちゃう子たちじゃん。だけどもうそれさえもできなくなって、誰かに持ち上げてもらうしかないって思った時に、ちゃんとした支援先につなげられるんじゃないかなとは思うよ。今から5年前、じゅんさんは生まれたての赤ちゃんを抱いていた。母の名はさとみ、20歳。家出中、付き合っていた男の子供を出産し途方に暮れていた。実家とも折り合えず、出産後も娘を連れ男とビジネスホテルを転々とした。がうまくいくはずがなかった。次第に紐のようになっていく男と始まった DV。 3年前見切りをつけ、今は家賃3万5千円のアパートでシングルマザー。その腕にはやるせない涙の数だけ、カミソリ傷、そして手首には本当の自殺未遂痕がある。で、あいつの傷もそうだけど、あいつの傷って本当ためらい傷じゃないからさ、シストカット、本当にあれ自殺未遂の傷だから、すごい状態不安定だったじゃん。ダメな男、まあ今の男もダメかもしれないけど、もっとダメな男がいて、今日のホテル代を払うためにあいつ客取ってたりしてて、でこう暮らしてたから、で男にお金渡してとかいろいろやってて、で殴られてたりとかもすごかったね。で殴ってる途中、殴られてる途中に電話かかってきたりとかしてたから、キャーとか助けてとか。今さとみは新しい彼氏に呼ばれ、ある地方都市で暮らしている。彼がその町で風俗店を経営、手伝ってほしいと言われたのだ。仕事で時間がないという彼女を私たちは客として呼び出した。そうでもしないと取材もままならない。少しでも彼女のことが知りたかった。ありました、はい。風俗と呼ばれる仕事を始めたのは何歳？その前に援護をやってたから、でどうせやるんだったら上目指したいなっていう。上っていうのは、ランキング上位ないけど、ランキングも、さ、ありがとうございます。全員こういう仕事がいいんですよ。無駄なくていいんだから。きっちり70分、1万8000円を払い、いろいろなことが聞けた。今も収入のうち5万は折り合いの悪い母に仕送りをしていること、児童育成手当などの各種手当も実家の口座に振り込まれ、手元には入ってこないこと。そんな毎日が里見を追い込んでいく。昨日とかすごい落ち込んでて、もうお金なくなったからお兄ちゃんも買ってあげられないし、
やだ。きっとごく普通の大人なら、そんな現状を変える道を自らの足で選ぶのだろう。しかしそこに別の道があることさえ気づけない女性は少なくない。今を生きることに必死で人生の地図が見えない。ただ今の彼女にできるのは、ダサいですよね、運命共同体となった娘を乗せ、立ち漕ぎでこの刹那を走り抜けること。託児所は平日3,500円、休日は13,000円、それだけ出してデリヘルに向かう。稼いでも稼いでもお金が消えてゆく。そんなある日、あの純さんのもとへ里見から連絡が来た。また彼氏とトラブル。その内容はまるで遺書。純さんが必死に呼びかける。とにかくかなちゃんを預かるよ。こんな時純さんは里見から娘を引き離すことにしている。新宿で待ち合わせ。いた。無表情な里見と無邪気なカナ。ママさ、お仕事なんだって。で、お姉ちゃんと、まあ、私とかお姉ちゃんとか泊まるんだけど大丈夫。ママ気をつけて頑張ってよ。ダダ大丈夫。娘の呼びかけに振り返らない里見。子供いないと寂しくないですか？寂しいですよ。寂しい。だけど、ちょっといないと心に余裕が持てて、なんだ、仕事とか我慢しなきゃいけないこととか。帰りの車内でふと里見の表情が柔らかくなった。毎日がギリギリすぎてこうでもしないといられない生活。純さんの心配もそこにあった。そんなお母さんの不安定な状態見せなくてよかったと思ったから、ああいう状態の中でいるってことが私心配な時があって、それで預かってるからさ。純さんはかなちゃんを遊園地へ誘った。自身も中3の娘を持つ母親、子供の相手はお手の物だ。けれどかなちゃんの目に少しずつ悲しみが忍び寄る。楽しければ楽しいほど考えてしまうに違いない。どうしてママがいないの。そんな思いが爆発した。預かっているかなちゃんがぐずっても泣き出しても、じゅんさんはひるまなかった。言葉にしてっていることもすごいね、泣いてても言っちゃうじゃん。
まあ、あれは私のなんか本当本能じゃないけど、この子が大人になっていくために絶対必要なことだと思うから、とにかく言葉にすることだから、誰かに頼るとか、誰かに何かあった時助けてもらうとか、そういう経験って大事なんだよ、ちっちゃい時から。だから何かあった時困りました、助けてくださいって言える子になればいいなと思って。それができないから、さとみは、あなたのママは苦しんでいる。頃合いを見て、じゅんさんがさとみに電話を入れた。不安定のもとはやはり今の彼氏らしい。あれ、大丈夫？今話せる？それは何？今の彼氏に？今の彼氏に切られて電話を切られちゃったの？裏切られたって何だったの？え、だったら下を届けてくれるんですか？うん。一人じゃない。ああ、明日話したいってこと？うん。分かった。明日が帰る。あ、いいよ、ちょっと話しようよ。うん、分かった。すぐ帰る？そうすがった里美に、純さんはかすかな光を見ていた。人は誰しも人に助けてもらうチャンスがある。おお、だから言ったじゃん、行くよ、着くよって。片方からもう騙されてる。うん、じゃあよかったじゃん、気づけて。まあ、何にもないんだよ、あんたには。うん、何もない、何もないから、二人っきりで新しい生活をするって考えた方がいいんじゃない？だそっちの方で暮らせば、母子寮一回入って。嫌だ、そういうの。なんで嫌なの？だってさ、なんかそういう縛られるのが嫌。またそういうこと言う。じゃあ一回縛られるだけだよ、ちょっとの間だけ。ちょっとってどんぐらい？まあそれあんたによるだろうけど。だから一回ここの生活も、あんたのその男関係も全部捨ててね、もう何もないって。でその時にそれ一回入って、言うの簡単じゃん。だあんたに言ってんだよ、だから言うの簡単じゃって。実行するのね。あんただよ、それは。でそれが難しいからこう伸びてんじゃん。えだからさ、そのさ、何が、何を守りたいの？わかんない。すごい聞きたい。何が守りたい？一番守りたいのは何？わかんない。いやじゃあよく考えてみて。何が一番大事？その時、里美は自分を見つめる娘の前で最後まで口を開かなかった。まあでも本当そう、私のためじゃなくて本当あいつらのためなんだけどな。伝わるかな。まあいいや、また諦めずにまた何か言いますわ。諦めないと言ってくれる家族以外の人なんて一方であのアボットは行方不明から遠く